はい、こんにちは、中地です。続きやっていきたいと思います。前回前々回の続き、すぐに撮っておりますので、コメントの反映などできませんが、よろしくお願いします。で、こうやってね、1日1話撮ってっていうやり方じゃなくて、撮れる時に、2、3本撮ったりするんですけど、そうするとね、もう分かると思うけど喋ることないんだよねっていう、これがね辛いですよね。何を喋ればいいんだろうって。じゃがいもの方が重要だから、ここじゃがもいね、じゃがもい畑で、ここが人参はね、そこまでいらないと思うんですよね。よいしょ。おー、酔うな、この画面。人参も意外とないね。よし。あとは小麦を。これで牛またアホみたいに増やせるね。半自動作ってもいいんだけどね。半自動はね、ちょっと向こうかな。裏の向こうかな。でね、そう思い出したんだけどね、あっちの砂浜にね、ちょっとね、建物建てたいなっていう欲もあるので、それもやっていきたいと思うとね、まだ終わらないですね、このマインクラフトは。てか終わらないよね、マインクラフトって。どこでけじめつければいいんだろう。シーズン1とかつけて結局でもそれ続いてるよね。はい、こんなもんでどうでしょう。とりあえずできました。そしたらちょっと喋りながら木を切りたいと思います。例によってまた、カットオールで切っていっちゃうので、申し訳ございませんね。ちょっと楽させてください。この辺もね、設置したらもっともっと物が建てられそう。はい、でこれね、動画の中で言うとちょっとなんだろう、伝わらないというかね、この動画見てくれて人にしか伝わらないのであれなんですが、ですね、僕ちょいちょい、まあツイッターを、僕のツイッター見てくれてる方はわかると思うんですけど、ちょいちょいブログ始めたみたいなこと言ってるんですよね。で、どれも続いてないんですよね。で、今回はちょっとまたね、まだかよって感じなんだけど、昔レビュー動画をやってたというか、今もやってるよ、全然やってるんだけど、やり始めた時に作ったブログがあるんですよ。で、そのブログをまたちょっと再建しまして、昔のね、デザインとかを一掃して、レビュー動画、中地のレビューチャンネルと、ゲームチャンネルの両方のことを書いていく。で、ゲームチャンネルとか、レビューチャンネルではない普通のブログ、僕が普通に書きたいなと思ったことを書くブログも書いていこうかなっていうことで、ブログを開設いたしました。開設というか、開設されていたものを再編集して、投稿しております。まあね、あれなんですよ、まだ3記事しか書いてないだけで、ね、こんにちはって言って登録者のことと、あとはゲームの話を1本ずつしただけで、あんまり全然ね、何も書けていないんですけど、ぜひね、よかったら見ていただきたい、見ていただきたい、お願いします。で、レビューチャンネルのところとかでね、紹介した商品とか、あとゲームチャンネルで、まああんまりないと思うんだけど、ゲームチャンネルの方は買ったよの時ぐらいかな。あとはなんかこう動画で伝えきれなかったことを書ければなと思うので、まあ一応そういうね、場所を用意しておくっていうのは大事だと思うので、更新頻度とかはね、もう本当にしょぼしょぼですが、まあブックマークの端っこの方に置いておいてくれたらね、ちょっと喜びますので、リンクの方は説明欄に貼っておきますので、よかったら見てください。適当に書いてるけどね、適当にやってますけど、はい、よろしくお願いします。そしたら木を切ったので、この脇に
家を建てますか。家というかね、資材置きですね。資材置きじゃないね、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、種、この作物置きみたいなところを作っておきます。室内じゃなくてもいいか、どうだろう。悩ましいな。どうしよう。うおー悩ましい。うおー、これいいや、これカットオールのいいとこ。ズン、危ないけどね、危ないけどね、オレンジあれ削ったらやばいから。ね、種が邪魔だね、もう。どうしようか。とりあえず、あ、失敗した。作業台くれ。作業台置いといて。ちょっといて。ズン。たくさん作っておいて。とりあえずね、邪魔な種だけ置いといて。よし。どういう感じで作ろう。さっき置いてきちゃったね。フェンスを作って。あれ？あれ？暴れてる。フェンスを作って、そう、ブログの話をしようと思ったけど、これで1本分は埋まらないね、話が。パソコンでね、見ることを考えて作ったというか、スマートフォンでも全然見れるんですけど、ブログっていうのはっていう話をするのもおかしいんだけど、ブログって、お金を払ってブログをするパターンと、無料でブログをするパターンがあるんですけど、無料でブログをすると、何、ブログを提供している会社っていうのは無料で渡したらね、商売にならないので、その広告をね載せてきますよね、そのブログに。無料のブログだけど広告を載せさせてくださいねっていうパターンと、そのなんだ、ブログ側からの広告がちょっと嫌なので消させてくださいって言ってお金を払って、こっちがね、こっちがお金を払って、広告をね、そのブログの広告を消すっていうパターンがあるんですけど、僕そんなに続かないと思うので、ブログがそもそも続かないと思うので、広告というか無料版でね、無料版って言い方したらおかしいけど、無料の範囲内で今ブログをやってます。なのでパソコンで見る分にはいいんですけど、スマートフォンで見ると若干ね、広告がすごく何、閲覧するのに邪魔に見えるので、そこだけねちょっとご了承いただきたいので、まあその広告をクリックしたからってなんか悪質なウイルスが入るとかそういうことではないんですが、まあ一概には言えませんけどね。ただ記事を見に来ていただいてるのに、記事じゃなくて広告をね間違えてタップしちゃうような感じ、いやらしいんですよね、ブログのさ、スマートフォンの広告の出方がさ。まとめサイトとかもね、多分見る方いると思いますけど、なかなかにね見づらいデザインでさ、広告がポップアップしてきたりするでしょ。ああいう感じになってはないですけど、僕のはやっぱりなんか広告と同じ形で、記事と同じ形で広告がね載ったりしてるので、それだけはご了承いただきたいと思っております。まあ大して更新しないからさ、あんまりここで宣伝したところでさ、あんまり意味ないんだけどね。まあ、ぜひ見てくださいよ。
あとゲームチャンネルがねしか見てない方もそこでレビューの動画じゃないな、あの記事とか書いて気になってね、あの僕のレビューチャンネルの方見に行ってくれたりしてもすごく嬉しいので、まあ、文字で伝える場所っていうことで解説しましたので、ぜひぜひ、まあお時間ある時にちらっと見てくれたら嬉しいです。そうだな、こんな感じで置いとけばいいかな。なんかちげえな。なんかちげえな。なんだこれは。ちょっと違うぞ。なんかちげえな。ちょっと考えますわ。ちょっと考えますわ。ただまあ今は足んなくなると思うんだけどね。このサイズじゃ足んなくなったらあれか、向こうに持って帰ればいいか、家の方とかに。よいしょ。よいしょ。うん。オーケー。そうしたらね。ちょっと気取った建物でも建てますか、建てまつりますか。また向こう側にね、農場っていうか農系ね、あのネイチャー系のものは向こうに詰めますよ。それに関連したものをちょっと一個何か建てたいなと思います。材料を見に帰ってきました。どうしようかな。どうしようかな。下かな。木もあるでしょ。あるね。ちょっとレングをね、レンガーも使って。よいしょ。できないね、レンガ全然できないんだね。レンガと、なんだろうな、石かな。どうだろう。まあ、レンガを用意して。普通の石だな、使うとしたら。ちょっと持っていこう。まだ全然頭の中でね浮かんでないんだけど、行きますよ。もう家のドア開けっぱなし。いいね、道がつながっただけで楽しくなるね。こっからの景色いいね。もうちょっとねこの辺ブオーってこういろいろ物が立ったら楽しいだろうな。頑張ろう。どこ歩いてても何か物があるっていう感じにしたいんですよね。よし、この辺でいいかな。そしたら、どうしようかな。どうしようかな。ちょっとどんぐらいだろう、こんぐらい、サイズとしてはこんぐらいのね、そんなに大きくないものが立ちます。ちょっと考えよう、どういう感じで立てようか考えます。